生命科学研究科生態システム学の根口です、えー、私たちの研究室においては脳神経系の回路はどのようにできるかということに焦点をあけて研究しておりますこれは、えー、神経細胞の、えー、形態を示しておるものでありますが神経細胞というのは極めて特徴的な形をしてまして、えー、極性を持っていて、えー、通常一本の、えー、アウトプットを行うアクソンと、えー、複数の入力を受ける事情突起 から形成されておりますでこのような特徴的な形をした神経細胞が複雑な回路を作るももとになっているわけですが脳神経系ができるステップは大きく分けて4つのステップからできておりますでここに示しましたようにまず神経細胞になる元の細胞が増殖して増えますそして増殖して増えた細胞がしかるべき場所に移動してそして その神経細胞から先ほど示しました樹状突起及びアクソンが突起を伸ばしてターゲット細胞に到達してそして最終的にシナプスを形成して複雑な神経回路の形成が可能になるわけですで我々の研究室においてはこの中のアクソンガイダンス軸索が正確に投射するシステムに関しての研究を行っております でアクソンガイダンスというのは、えー、非常に正確にできるわけですけどもこれは、えー、ここに示しますようにさまざまなガイダンス分子というものが脳の中に、えー、マップのように発現しておりましてそのファクターをめがけて軸索の先端が伸びていって回路を作りますでこのようなガイダンスファクターというのはその性格上大きく分けて2つのグループに分かれております1つは、えー、プラスの方こちらに 来なさいよという誘導性の機能を持ったものともう一つが反発性のこちらに来てはいけませんよというそうしたファクターを持ったものの2種類になりますその中でここにありますようなセマホリンという分子は反発性の因子で我々としてはこの反発性の因子を特にまあ注目して研究を進めております、えー、セマホリンというのは、えー、タンパク質でありますが通常分泌型および膜血合型のえ分子でありまして これに対する受容体がすでに分かっておりましてここに示すプレキシンという膜一回貫通型のタンパク質が受容体でありますでこれにこの受容体に結合することによって神経細胞の中に情報を伝えて神経細胞の先端が反発するようなシグナルを伝えるというふうになっております我らの研究室ではこの受容体の神経細胞内におけるシグナル伝達系の研究をしております でえー、その結果我々はこのプレキシンという受容体が、えー、細胞内において低分子用 G タンパク質の r ルラスという分子に対するギャップであることを、えー、見つけましたで r ルラスという分子に関しては低分子用 G タンパク質として非常に、えー、重要な役割をしていますでここに示しますのは低分子用 G タンパク質ラスファミリーの、えー、メンバーを、えー、示したものでありますがこの中で 赤字で示したアルラスですがこの r ラスというのはインテグリンという分子を活性化することによって先ほど言いました神経の軸索を進展させるすなわち前に伸ばすという機能を持った分子であります通常低分小 G タンパク質というのはバイオタイマーとしての役割を持っていて GDP 型がオフで GTP 型オンでありますそして ゲフという分子によって活性型になってギャップによって不活性型になりますでこの場合我々が今現在研究しておりますプレキシンという受容体はこのギャップの機能を持っててアラスに対してオフのシグナルを伝えるそういう受容体でありますで神経細胞の突起でどのようなことが起きているかといいますと セマフォリンという先ほどのガイダンス分子反発性のガイダンス分子が神経細胞の突起に到達するとプレクシンという受容体に結合してこれがアーラスに対するギャップ活性を持つことによってアーラスの機能を停止させますで先ほど言いましたように r a というのは神経突起を進展させるような機能を持ってますのでこの機能を停止させることによって反発作用が、えー、発揮するということが分かってまいりました。 また低分子の腎タンパク質のラスファミリーには r ラス以外に m ラスという分子がありまして r ラスというのは神経細胞の形ですけれどもいわゆるアウトプットを行うアクソンに関して r ラスが極在し m ラスは樹状突起の方に極在することが分かってまいりましたそしてセマホリンが結合したプレキシンというのは m ラスに対するギャップ活性も持っておりまして えー、軸索だけではなくて樹状突起の、えー、体縮に関しても m ムラスのギャップ活性を発揮することにしておいて、えー、制御しているということが分かってまいりましたこのように我々の研究室では神経の、えー、成り立ち特に、えー、軸索ガイダンスに、まあ、焦点を置いてこのような神経細胞の中によって行われるようなさまざまな、えー、シグナル伝達の飛行を解析して行っております、えー このような研究に興味のある人はぜひこちらの方に、えー、コンタクトしてください。